不遇な12星座。数あるセイントの中で頂点に立つ存在のゴールドセイント。第7巻であるセブンセンシズを身につけており、高速の拳を繰り出す。ゴールドセイント同士の戦いでは実力が拮抗しているため千日戦争になるという。しかし、実際のところは、今回は不遇な星座の扱いを受けたゴールドセイントたちの本編での様子、そしてスピンオフでは名誉挽回、いやそれ以上の活躍ぶりについて紹介していく。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサです。ゴールドセイントはセイントの最高峰の存在で多くの人から尊敬を集める存在。本来ゴールドセイントに優劣はあまり存在せず等しい強さを持つはず。でも実際はね。ああ、セイント星や本編では不遇な扱いを受けてしまうゴールドセイントも存在しているな。もしそれが自分の星座だったら嫌だなって思っちゃうよね。ただそんなゴールドセイントたちもスピンオフでは不遇どころかそれを覆す大活躍をしている。特定の星座生まれの方には歓喜の瞬間だよね。今回はそんなセイントを紹介していくぞ。よろしくね。キャンサーのデスマスク。まずはカニ座のゴールドセイントデスマスクについての解説だ。最初にデスマスクという名前が本名ではないってことがびっくり要素だ。本名ではないってどういうことなの？デスマスクというのは、彼が殺した成仏できない魂が、無数の死に顔になって浮かび上がって魚階級を追い、その死に顔を由来としたあだ名のことなんだ。ちなみにカニ座デスマスクと呼ばれるのは、平家物語に登場する平家神が由来と言われている。全然知らなかったから勉強になるよね。セイント聖夜のデスマスクの初登場シーンは五郎砲での死友との戦闘シーンになる。登場した時はゴールドセイントの一人として颯爽と登場し、死友の蹴りを指一本で止め、ムーのように超能力を見せつけるなどして、その実力を見せつけたんだ。確かにこの時は、デスマスクは悪役だったけど格好良い感じだったもんね。そして再登場シーンは総持久を突破してきた死友との再戦だ。必殺技の赤色冥界派によって、死友を冥界に落とすことに成功したが、一度はそこから帰還した死友を再び赤色冥界派を使って冥界送りにした。そしてデスマスク自身も冥界に乗り込み、死友をよもつ平坂へと通ずる穴に投げ落とそうとしたとき、五郎砲で祈りを捧げる春霊の気を察知。春霊の祈りを鬱陶しいと言っていたよね。そこであろうことか次元を超えた攻撃によって、春霊を五郎砲の滝壺へと転落させてしまったんだ。これによって完全に切れた死友に猛攻を受けるが、ゴールドセイントだけあって逆転に成功し再び死友を窮地に落とし入れた。デスマスクが勝利したかに見えたが、亡者たちが彼を攻撃し始め、それを振り払って攻撃しようとするがクロスのパーツが外れ始める。最終的には丸裸になり足も骨折してしまった。あまりにひどいことばかりするからクロスに見限られてしまったのね。死友に情けをかけられてお互いクロスを脱いだ状態で戦い、死友の露山昇竜はの直撃を受けて、デスマスクはそのままよもつ平坂へ通ずる穴に転落して、十二級編で最初の死者となってしまった。クロスに見放された上に、格下であるブロンズセイントにも見下されて残念な感じ極まりなかったね。ハーデス編では復活したが性格は生前と変わることはなく、聖夜に殴られた上にその狼藉に怒ったムーンにあっさり倒されてしまった。そして冥界でもラダマンティスに死後の世界に突き落とされてしまい、ハーデス編では嘆きの壁の破壊時に協力したくらいしか見せ場らしい見せ場はなかった。当初はそんなことなかったけど、作中での扱いはゴールドセイントとは思えないものもあったよね。ここまでは不遇な扱いを受けたデスマスクの解説だったんだが、スピンオフでは全く違うデスマスクを垣間見ることができる。ということでセイント聖夜ソウルオブゴールドでのデスマスクについて解説していくぞ。お願いします。ハーデス編の嘆きの壁の破壊により、いなくなったゴールドセイントたちは、何者かの干渉によってアスガルドに復活。デスマスクもその一人として復活した。昼間から飲酒をして、借金をして博打をするなどまさにダメ人間として描かれていたんだ。さすがにそこまでダメにしなくても良いようなものよね。自由奔放に暮らしているように見えたが、本当のところは博打で得たお金の半分は、アスガルドで働く女帝ヘレナの治療費に充てていた。ゴールドセイントの中でも一番人間臭さがあったんだよね。同じゴールドセイントのアイオリアからの共闘の申し出を断ったのも、自分がカニ座のゴールドクロスから許されていないため、迷惑をかけたくないという気持ちそのものだった。デスマスクも随分改心したように見えるね。自分が気にかけていたヘレナがさらわれ、デスマスクの目の前で殺害されてしまったが、デスマスクはヘレナの存在が自分を変えたと訴えて、純粋に正義のために戦おうと誓ったことにより、カニ座のゴールドクロスを再び装着することに成功した。愛と正義を貫くセイントに生まれ変わったんだね。
その後もユグドラシルの戦いに参入し、ファフナーにヘレナの精米たちを人質に取られるものの見事に勝利し、彼らの救出に成功。そして仮死状態になっていたが復活し、最終回ではアフロディーテと先人を務め肉体が消滅する際に、正直言うともう少し街を楽しみたかったなと、頭をかいて浄土へと帰っていったんだ。もはや、サンクチュアリの時と同じ人物とは思えない書かれ方だよね。ゴールドセイントとしてふさわしい振る舞いしているからな。神座のゴールドクロスもデスマスクのことを認めてくれたもんね。ああ、人間味があって魅力的に書かれているな。神座のデストール。セイント聖夜ネクストディメンションでは神座のセイントはデストールが務めている。聖夜たちの活躍した時代から243年前の、魚階級を守護していたのが神座のゴールドセイントデストール。セイントでありながら乙女のような心を持つ一風変わったセイントだが、その頭の良さを生かし、いろいろな戦略も駆使する異端児だ。見た目は、車田先生がよく書く雑魚キャラみたいなんだけどね。喋り方にも結構特徴があるが、その実力は申し分なく、水鏡、天魔、旬をあっという間に倒してしまうほどの強さだった。だが、戦闘で爪を誤り天魔に騙されて沈黙の棺に封じ込められてしまった。よもつ平坂で冥界に生かされそうになるところをスペクターたちに助け出されたが、彼らが倒されたのを見て魚階級へ帰還した。助けてもらったのに、カイザーが倒したスペクターに追い打ちをかけていたよね。その後、一気と遭遇するも戦うことはなく、一気の狩りを作りたくないという考えを組んで、棺桶に亡者を詰めてよもつ平坂に送る作業を手伝ってもらっていた。よもつ平坂にフェルメールが攻め入ってきた際には、追い詰められた一気を沈黙の棺に巻き添えにしないように現世に戻し、自分はフェルメールを沈黙の棺に閉じ込めるも抜け出されてしまい失敗してしまう。デストールを助けるために一気が再び参戦。共闘しピーチボンバーを決めてフェルメールを倒すことに成功した。一気によるとデストールの強さは今まであったゴールドセイント以上の実力らしいよね。スピンオフ版での神座の活躍は今までの神座の黒歴史を覆すもので、ネットでは一部の人からセイントカースト制度を覆したとか、神座革命だとまで言われているんだ。確かに、イメージが全然違うもんね。二枚目な立ち位置でありながら、真の部分はある人物であり、いろんな意味で魅力的に書かれているな。だね。ビスケスのアフロディーテ。創魚球を守護する魚座のゴールドセイントで3種類のバラを操る。聖夜にはこれで男かよと揶揄されるほどの美しさを持っている男。今の時代には適さないものいいね。教皇が悪であると知っていながら自身の力こそ正義という信念のもとに、アテナではなくて、強大な力を持つ教皇こそが地上を支配すべきという考えの持ち主だ。サンクチュアリ12級編の前に、旬の死であるシルバーセイントのダイダロスを反逆者として殺害している。その因縁から、旬と僧侶級で再戦することになり、3種類のバラを駆使した必殺技で旬を追い詰めるが、生身の拳で戦うことを決意した。旬のネビュラストリームからのネビュラストームを受けて破れてしまった。旬には降伏を勧められていたけど、一切聞く耳を持っていなくて旬を倒せる気満々だったよね。本人は教皇のままでの道にデモンローズを配置しており、聖夜を倒せると思っていたらしいが、マリンが助けに来たこともあって、そのデモンローズも跡形もなく消されてしまい、完全にブロンズセイントたちに敗北してしまったんだ。冥王ハーデス編で再登場し、デスマスクと共闘するが、ムーンにあっさり倒されて、冥界に戻り命乞いする。今度はラダマンティスに一周されてしまい、デスマスク同様にひどい扱いをされていた。ここまでの活躍ぶりを見るとデスマスクほどではないにしろ、かなり不遇な扱いなんだが、セイントセイヤソウルオブゴールドのウォーザーアフロディーテでの書き方は少し違うんだ。ここではバラを操る能力がパワーアップ。植物を介して地脈や力の流れを読み取ることもできるようになっていた。デスマスクがゴールドクロスから許されていないためアイオリアと同行できないことを察して、彼に代わりヘレナを救出に出向き、パワーアップした能力を使ってヘレナが連れ去られた場所も見抜いていたんだ。もはや別人かと思えるほど知的だね。相手の攻撃にあって、自身の身が傷つきながらもヘレナを救出するが、時すでに遅くヘレナはすでに既得状態にあり、アフロディーテもダメージがひどく囚われてしまった。その後、イグドラシルに吸収されたゴールドセイント全員が、アフロディーテの能力によって仮死状態にしていたことが判明し、自身も無事戦線復帰。アフロディーテがいなければゴールドセイントが全滅していたかもしれないね。実際そうだからな。戦線に復帰後、相棒のデスマスクと先陣を務め、肉体が消滅する際は、アスガルドに未練があるデスマスクの耳を掴んで浄土へ去っていったんだ。デスマスクとはいつの間にか良いコンビになっていたよね。
同じ海の生物だけに仲が良いのかもな。そこなの？ビスケスのアルバッカ。セイントセイヤザロストキャンバスでは魚座のゴールドセイントはアルバッカが務めている。非常に美しい外見で女性と間違えられるほどだが、本人は戦士としての高い誇りを持っていて美しいと称されることを大変嫌っていた。この時代の魚座のゴールドセイントは、代々、猛毒を持つデモンローズと共存しなければならないため、猛毒に頼る体質を持っており、自分の血すら猛毒と化している。それもあってか、普段から人を寄せ付けないような振る舞いをして冷たい印象を与えることがある。だが、本来は気高く他人を思いやることができる性格をしているんだ。毒が戦いの関係ない人に広まらないように気遣いもできる立派な人物なのよね。作中では、冥王軍の進撃に合わせてサンクチュアリへの道にデモンローズを敷き詰めていて、治安性ディープのニオベと対峙した際には容姿に触れられ激怒し、必殺技のクリムゾーンソーンで自身の猛毒を直接叩き込んで勝利した。容姿のことは絶対触れてはいけないんだね。そして最大の見せ場は冥界三巨頭のミーノスとの戦闘だ。デモンローズを使い最初は戦いを有利に進めていたが、ミーノスのギガンティックフェザースフラップによってバラは全て吹き飛ばされてしまう。アルバッカもピラニアンローズを使って攻撃するも、ミーノスの相手を操ることができる。コズミックマリオネーションを受けて進撃を許してしまったんだ。ただこれはアルバッカの罠でブラッディーローズによって、冥王軍を全滅させることに成功する。アフロディーテが旬に使っていた白バラと一緒のやつだね。そして自身は骨折しながらもミーノスを倒そうとするがクリムゾーンソーンを防がれ、全身の骨を砕かれ、やられてしまったんだ。アルバッカを倒したミーノスは、アルバッカが守ったロドリオの村を襲撃し、少女のアガシャを殺そうとした時にアリエスのシオンが現れたんだ。ミーノスはそのシオンも操るんだが、そこに黒いバラが現れてアルバッカが登場。満身創痍で立っているのがやっとって感じだったよね。クリムゾンソーンを放つが防がれてしまい敗北したかに見えたが、本当の狙いのブラッディーローズを命中させて、ミーノスを倒すことに成功した。アルバッカも全身にダメージを負っており、シオンとアガシャに見取られてその生涯を終えたんだ。めちゃくちゃ格好良くて、魚座のセイントの株を上げまくったね。間違いなく爆上がりしているな。タウラスのアルデバラン。金龍球を守護するゴールドセイントで、黄金の野獣の異名を持つ。正々堂々とした性格で、理屈やメンツを重視することはせず、自分の体験を信じて行動し、頑固そうに見えるが実は面倒見がよくブロンズセイントの兄貴分的存在のセイント。サンクチュアリ12級ではアリエスのムーが不在のことが多く、事実上はサンクチュアリを守る最初の壁的な役割を果たしていた。最初の関門ってイメージが強いもんね。教皇に対しての不審な噂が立っている中で、教皇の正義を信じ忠誠を誓っていたところに、聖夜たち、ブロンズセイントが乗り込んできてそれを迎え撃つことになる。聖夜と戦っていく中で自身の考えに迷いが生じ、セブンセンシズに目覚めつつある聖夜に角を折られてしまう。ムーンによるとアルデバランは本気を出してはいなかったようだけどね。その後のポセイドン編では、七将軍の一人ソレントに遭遇し、本来の力を発揮することができずグレートホーンを使って吹き飛ばしたものの敗戦する。ハーデス編でも、ニオベのディープフレグランスによって倒されたかに見えたが、ニオベ本人も自覚はしていなかったが、実は両腕両足五体全身をバラバラにしており、ニオベはムーとの戦いの後でその事実を知ることになりその攻撃によって倒れてしまった。アルデバランは決して弱くはないんだけど、新たな敵が出てくると最初に戦うことになって、どうしてもカマセイヌ的な役割になっちゃうんだよね。その後に注釈が入る場合が多いんだがどうしてもそのイメージが残ってしまうな。セイントセイヤソウルオブゴールドではちょっと違う書かれ方をしているんだぞ。ここでのアルデバランは最初に闘技場にて同子と合流する。そしてヘラクルスと対峙することになったんだが、自身が何のためにアスガルドに蘇ったかという理由を見出すことができず苦悩していた。戦いの中で自分の考えのもとにあるのは考える前に動くことだということに気がつき、ヘラクルスを退けることに成功したんだ。アルデバランがいろいろ悩んで行動するのは彼らしくないよね。同子と共に向かったグレートルートではその一角を破壊することにも成功している。ユグドラシルの内部では巨人の迷うオープンヘイムにて、ヘラクルスと再び戦うことになりそれを撃破。巨人像の破壊にも成功するが、コスモを使い切りユグドラシルの根に捕獲された。その後証状態から復活し、他のゴールドセイントと共にロキと対峙。完全なゴッドクロスをまとってロキを撃破することに成功したんだ。アルデバランも今作では活躍しているし、強さだけではなくて、ゴールドセイントの威厳みたいなものも感じられたよね。だな。タウラスのハービンジャー。
セイントセイヤオメガではオウシ座のゴールドセイントはハービンジャーが務めている。ハービンジャーは、アルデバランとは印象が違ってイケメンなのが特徴だ。アルデバランを勝手にイメージしちゃっているからちょっと違和感があるよね。いい音だ、骨の折れる音は。だが、それ以上に好きな音がある、それは心の骨が折れる音だと。サディストな面を持つがそれは幼少期の自身の体験によるところが大きい。大都会の治安の悪いところで育ち、家族もなく親の顔も知らないところで暮らしていたが、不良からリンチを受けて重傷を負い、左目を失ってしまうが、それをきっかけに彼のコスモが目覚めた。そんな過去もあり、力こそが全てという考えを持っているが、自身がひどい仕打ちを受けた経験からか、強い者なら弱い者をいくらでも虐げて奪っても構わない考えを持つ者に対しては、強い怒りをあらわにする一面もある。ただの暴力キャラではないのは見ていてすぐにわかるよね。戦いに明け暮れる日々を過ごしていたところを、ヤギ座のゴールドセイントイオニアのスカウトを受け、マルスに引き合わされてセイントとしての修行を重ね、セブンセンシズに目覚めて見事にゴールドセイントとなったんだ。もともとマルスへの忠誠心はあまりなく、全身と心の骨が折り尽くされたはずの甲賀が何度も立ち上がる姿や、仲間を思う心の強さを認め、金龍宮を通過させた後にも、白陽宮に降りて危機と火星死の軍勢を蹴散らしたりと、他のゴールドセイントと地球の崩壊を食い止めるなど早い段階でマルスに反旗を翻していた。その後はマルス陣営から離れアテナのセイントとして活動を行っているが、その横暴さは変わらずにアテナに対してもタメ口で話すなど、失礼な態度をとってとがめられていた。アテナにお前って言っていたよね。その後は、アテナと一緒に戦うことを受け入れてパラスの城に入り、聖夜や危機から心強い仲間として認められていることに対して、本当は嬉しいが天の弱な態度をとっていたんだが、だんだんとその人の良さが隠せなくなってきていたんだ。まさにツンデレって感じだよね。パラスの間ではパラスを打ち取ろうと飛びかかったところを大胆に阻止され、そのまま一騎打ちに突入し、一時は苦戦を強いられるが、聖夜のお前はゴールドクロスを切り骨を打ったが、ハービンジャーの心を打ってはいないという発言に、心を揺さぶられ渾身のグレイテストホーンを放ったんだ。グレイトホーンの衝撃の余波でパラスが傷つくのを恐れたタイタンは、パラスを守護すべく聖剣を地面に突き刺し離脱していった。聖剣が無防備の状態にさらされたことも影響したとはいえ、これまで複数人でへし折ってきた聖剣を単独で折るという快挙を成し遂げたんだ。もう戦いが好きというよりは、地上のために戦っていると言っても良いよね。そして一番の衝撃がセイントセイヤオメガの最終回での強行への昇格だ。強行の間違いじゃなくてね。本人は誇示したものの、パラサイトとの戦いで見せた勇猛さと、権力志向のない清廉な人格によって、ゴールドセイント全員とアテナ時期時期の推挙で強行に選ばれたんだ。オウシ座が強行になるとはね。大出世だよな。まとめると神座、魚座、オウシ座のゴールドセイントは本編で悪役キャラだったり、カマセイヌキャラだったりしたがスピンオフでは見事巻き返していたな。当時はその星座に生まれて、嫌な思いをした人もこれを知ったら考えが変わりそうだね。デスマスクとアフロディーテが仲良く活躍し、オウシ座のセイントが強行になるなんて当時は誰も思わなかっただろうな。やっぱりゴールドセイントは全員格好良くないとね。では今回はこれで以上、最後に一言いいかな。どうした？でもセイントセイヤオメガだと〇〇ショップと呼ばれていたりしていたよね。ストーリーの展開をするのに12星座全て活躍というのは難しいからな。そこは仕方ない部分であるんだろう。乙女座はいつも扱いがいいけどね。それを言うな。では、ご視聴ありがとうございました。